どもこみです。さて本日のテーマはですね、クイヒーラバルですね。これ行ってみたいと思います。戦術的にはね、綾瀬さんがね、すごい得意としてる戦術で、かつ、ゆうたさんもね、かなりこの戦術多用してる印象があります。で、お二人もね、タウンホール13におけるクイヒーラバルって、まあ、どんな風な、なんていうのかな、やり方がいいのっていうね、考察の動画、開けてますんで、もうね、見られた方はいいんですが、まだの方は、ぜひね、そちらも、ご視聴いただくと、よりわかりやすいと思います。まあ、今回はね、私なりに、そのクイヒーラバルの、なんていうかな、やり方のコツみたいなところをね、お話ししていきたいというふうに思ってます。で、ね、本日はですね、この、青のりさんですね、2回ね、クイヒーラバルで、攻めてくれて、まあ、その動画を見ていきたいと思います。で、まあ、こんな形の配置なんですけども、まずは1回ざっと流してみてもらって、で、2回目はね、まあ、より細かいところを見ていきたいと思うんですけども、まあ、流してみてもらいながらお話ししたいのは、タウンホール12と13におけるクイヒーラバル、何が違うのっていうことですね。一番やっぱ違うのは、まあ、これですね、投石機。これがね、増えたっていうのが、まあ、ものすごい大きな効果だと思います。あと、まあ、ロイヤルチャンピオンも増えて、まあ、バルーンの天敵となるユニットが、1体増えちゃったっていうね、アーチャークイーンみたいなのが、増えちゃったっていうところも、まあ、確かに、やりにくさを生んでる要素ではあるんですけども、まあ、投石機に比べたら可愛いもんだと思います。で、なんでね、投石機が嫌なのっていうこと、まあ、これ分かってる人はもう別にあえて説明するまでもないんですけども、投石機って今まあアーチャークイーンをターゲットしてるからまあ気づきませんけど、これ範囲攻撃なんですよね。で、その範囲で攻撃してくるので、バルーンが束になって襲いかかると根こそぎ落とされちゃうわけですよ。もう数百のダメージを一発でゴンって当ててくるんで、ヒールの呪文とかが絶対必要になってきちゃうわけですね。で、じゃあね、それを、ラバーハウンドで、しっかりターゲット取ればいいんじゃないのっていうと、ラバーがね、最後までこう、投石機のターゲットを取り続けられるような、なんていうのかな、ラバルの回し方って、必ずしもできるものでもないじゃないですか。なんで、やっぱりね、そこは何かしら工夫をしていかなきゃいけないということになると思います。で、今こんな風にまとまってますよね。バルーンって、こう、タップになってくると、単発攻撃はあんま怖くないんですよね。並走に乗っかって一気にやられる前にやっちゃえばいいんで。なんですけども、こういう、まあ、インフェルノもそうですけども、ウィズトもそうですね。範囲攻撃に関しては、もうこの一定のね、エリアにいるバルーンが、丸ごとダメージ食らっちゃうんで、ものすごい苦手です。要するに、そういう苦手とする範囲攻撃施設が、タウンホール13になって2個増えちゃったよっていうのがね、まあ、私思うに一番ラバルをやりにくくしてる、まあ、ポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ラバル使いの方は分かりますけども、まあ、ラバルを回すポイントっていかにバルーンをばらけさせないかじゃないですか。それを逆にばらけさせなかったがために、なんていうかな、その範囲攻撃にやられちゃうって、まあ、そのすごい諸刃の剣というか、もうどうしようもないんじゃないのっていう、格好になりますよね。それを、どうやって突破していくかっていうのが、まあ、今回ね、紹介したいポイントのところです。で、これがね、じゃあどういうような格好でやるのかっていうと、ポイントになってくるのがフリーズの呪文なんですね。結論から言うとフリーズです。このフリーズをいかに上手に使っていくか、まあ、これに尽きると思います。今回の13において範囲攻撃が増えちゃってるんで、まあ、これに合わせて全部ヒールの呪文を持っていくっていうのは、まあ、非効率ですよね。かつ、まあ、こういう風に投石機が2個いっぺんにね、起動なんかしちゃって、インフィもあったりなんかした場合には、当然回復が間に合わなくなっちゃいますんで、そこをね、ヒールで乗り切るっていうのは、まあ、非現実的だと思います。コストも結構でかいですしね。2コースト分かな、呪文使うんで。で、まあ、フリーズなわけですね。で、まあ、どんな風に使っていくのかっていうところをちょっとね、注目してみてもらえたらと思います。まずは、これ、援軍処理ですね。援軍処理、これ、うまいですよね。ついついやってしまう人多いと思うんですけども、ポイズの呪文をしっかりパピーにかける方がいいですね。そうすると、時間も短縮できるし、アーチャークイーンが受けるダメージも減らせると。ラバーハウンドの状態で使うのは、なるべく避けた方がいいと思います。で、これですね、ボマーを使って、しっかりとね、これから、バルーンが通るルートを作っていきます。バルーンの通るルートは、まあ、こんな風にしたいわけですね。こんな感じに。一直線にこう流していきたいわけですよ。なんで、カットすべきは、まあ、この辺と、
ちょっと見にくいな。まあ、ここですよね。ここを全部カットしちゃって、バルーンをあとは直線的に流していくという格好になるわけですね。で、フリーズの呪文1個目使いましたね、これ。インフェルノタワー。あとは、このウィストにも本当はかけたかったのかもしれないですけども、まあ、インフェが今ね、レベル上がって結構、まあ、秒間100ぐらい叩き出す、すごい、嫌な季節になってるんで、それをしっかり止めたというのと、もう一個、これ、透析機ですね、しっかりこれ止めてきますよね。で、さらに、やっぱりマルチインフェルノとギガインフェルノ、これをしっかりフリーズで止めてきます。そうすることによって、単発の攻撃はさっき言ったように、まあ、そんな怖くないわけですよね。で、かつ、罠なんかは、まあ、ラッパーハウンドが基本全部吸ってくれますんで、残ったね、まあ、きっと言いながらかなりここに溜まってましたね、罠。これも完全に、初見潰しのごとく罠がありましたけども、まあ、罠は基本的にラッパーハウンドが吸ってくれるので、あと怖い、範囲攻撃をしてくる、まあ、ウィズトだったり、あと透析機、インフェルノタワー、まあ、この辺っていうのをしっかりねフリーズで止めていく、まあ、これが、タウンホール13における、ラバハウンドのラバルの回し方の、まあ、基本になるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思いますね。で、ちょっとねもう一個、アタック見てほしいんですけども、まあ、実はね、それだけじゃないと思うんですよね。青のりさん、今回本当にまあ、うまいことラバルを回してらっしゃって、まあ、私かなり、その、なんていうのかな、アタック参考になってね、勉強させてもらったんですけども、まあ、フリーズの呪文、まあ、当然大事なんですよ。今回、青のりさん、こうね、3個フリーズ持ってってるじゃないですか。だけど、もう一個大事なことがあって、まあ、今回のね、アタックのプランニングを簡単に説明すると、まあ、この辺まで全部こうね、食い火で潰していくんですね。で、ここに関しては、ボマーとロイヤルチャンピオンかな、確か。と、こんな感じですね。ロボ。で、まあ、こんな感じで潰していくんですよ。で、残ったここをバルーンでこう回していくんですけども、何が言いたいかっていうと、タウンホール13における、あのラバル回しってよく L 字っていう言葉聞いたと思うんですけど、あ、12か12の場合、まあ、11もそうですよね。10もそうかもしれない。だけどタウンホール13におけるラバルの回し方っていうのは L 字じゃなくてもう直線だと思うんですね。で、 L 字にしちゃうと何がまずいかっていうと呪文足んなくなるんですよね。バルーンが通るルートが長すぎて、いちいちそのルートを全部呪文でこう、まあ、フリーズなりヘイストでケアしようと思うと呪文足んなくなっちゃうということで、まあ、基本的なタウンホール13の、空回しは直線をいかに作るかだというふうに思います。まあ、ここはね、しっかりとアーチャークイーン、バーバリアンキングでね、壁を殴り焼けて、これ、ウォールブレーカー失敗しちゃったみたいですね。で、殴り焼けて、こう、中まで入っていって、6時側にね、バルーンがそれないようにルートを作ってます。で、ちょっと間違えましたね。これ、ボマーここに使ってましたね。ごめんなさい。すいません。こう、ボマーいりますね。こっちはアイスゴーレムプラスロイヤルチャンピオンですかね。が、そうですね。アイスゴーレムを入れて、ロイヤルチャンピオンの被ダメージを抑えながら、後ろからロイヤルチャンピオンをこう刺していくと。いう格好ですね。こっち向かわせます。で、出来上がったのが、さっき言ったような I 字ですね。こんな感じでバルーンが流れていくルートが作れてますね。で、この直線上でしっかりフリーズをかけていくわけですね。フリーズまず1個目、ここのマルチ IT のところに使っていきます。2つ目、ギガインフェルノですね。で、さらに、3つ目も多分ギガインフェルノのところに使ってくるんでしょうね。はい、使ってきましたね。こんな感じ。で、あとは、まあ、グランドウォーデンがいますね。エターナルトーム使って、もう使い切ってたのか。エターナルトーム。ごめんなさい。ちょっと話がついていけなかったですけども、まあ、こんな感じです。まあ、要するに、いかに愛情を作るかっていうことが重要なわけですね。で、今回の、青のりさんの例で言うと、これ、クイヒーを使った愛情。クイヒーですね。あと、ここ、ロイヤルチャンピオンを使った、カット。まあ、この2つのね、やっぱりその、なんていうのかな、壁の内側を壊せる、ヒーロー。この2つのヒーローを使って残った、ルートが愛人になるように、まあ、直線ですね。になるようにしていく。で、直線の上にある、厄介な範囲攻撃、透析機だったり、インフェルノタワー。こういうのを、ヘイストで潰そうとするんじゃなくて、しっかりフリーズで止めていく。で、フリーズで止まっている間に壊せるんだったら別にヘイストいらないんで、まあ、フリーズだけでね、緩急つけて、潰していく。まあ、こんなようなね、方法っていうのが、まあ、非常に、タウンホール13における、ラバルでは、まあ、重要になってくるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、と言いながらね、私も、これ、まだまだ練習しなきゃいけないアタックなんで、皆さんのね、もしも、攻めで、あ、これめちゃいいよ、なんていうのがあったら、
紹介してもらったらぜひね、見て勉強しながら収録もさせてほしいというふうに思いますので、声をかけてもらえたら嬉しいです。はい。というところでね、本日は失礼いたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも、気軽に遊びに来ていただいてね、ナイスアタック、見せてもらいたいと思いますし、私のね、動画のネタも、ぜひご提供いただけたら嬉しいところでございます。はい、というところで、本日はこの辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。